か、茂木さん、ちょっと珍しすぎませんか、はい、こういう展開。いいの、普通選挙の応援演説で途中質問タイム、クエスチョンタイムが、だってみんなが聞きたいと思ってることを聞きますよ、はい、あ、どうぞ聞いてください。僕ね、太郎さん、はい、僕は太郎さんの人から知ってるんですけど、世間の人は太郎さん極端な人だ、変なことする人だって思われてるんですけど、そのあたりどうですか。まあ、一部正解ですだ、じゃなかったらこんな一人で旗揚げして皆さんからのご寄付をいただいて選挙するなんてことしませんよね。いや、だけど僕は太郎さん知ってるんですけど、人の話ちゃんと聞くんですよ、この人。あとね、本当に立場が違う人とか意見が違う人に対しても、太郎さんちゃんとほら今も気遣いしてるでしょ、こうやってすごくない。この気遣いができるバランスのいい山本太郎ってのもっと知ってほしいですね。ありがとうございます、本当に。あと太郎さん、これも聞きにくいこと聞いちゃいますよ。聞いてください。今回、はい、正直、はい、比例の3位、これ作戦失敗したと思ってます。これご存じない方もいらっしゃると思うんですけど山本太郎東京選挙区から6年前に出たんですが、今回は東京選挙区ではなく比例代表、全国で山本太郎って書いてもらうパターンにしたんです、ね、3位というか特定のね、お二人がいらっしゃるんで、でこの多分で特定枠っていうのが今回の選挙からできて、ああ今までは得票数が多い人がこの比例代表のグループの中から先に国会議員になっていくんですが、そうすると受かっちゃうもんね。で今回は特定枠、票数が少なくても特定枠から先に国会議員になっていくっていうのをうちでも採用したんです。でもこれ、はい、確か350万とか取んないとダメなんでしょ。そうですね、 ALS の方、重度障害の方、うん、で山本太郎はこの2人が先に国会行った後じゃないと国会議員になれない。 で、はい、僕いろんな選挙のプロの人に聞きました。作戦として失敗したんじゃないかという人もいるんだけどどうですかそのあたり。いやいや、これはね、これまでに、うん、これまでの選挙であったりとか、はいはい、そういうものを考えるとかなり自分たちでハードルを上げたっていうことだと思います、はい、でももともと私は自分の一議席だけを守るために政治なんてやりたくないんですよ。そうですか、素晴らしいですね。いや、じゃなかったらいつまででも一人じゃないですか。いつまででもガス抜きをし続ける変わったやつになっちゃうじゃないですか。だから国会の中に複数人、空気を読まずに最後まで抗う皆さんのための国会議員を作るためには、これみんなで一緒に広げていかないとできないよってことなんですよ、太郎さん。これは欠けてるんです、私。一か八かの影ですよ。素晴らしい、このあたみんなを信じてる、力貸してほしいってことです。じゃあ受かるつもりなんですね。当たり前じゃないですか。なるほど、連れてってください。特定枠2人だけじゃなくて、山本太郎だけじゃなくて、124議席を争う戦いなんだから、令和新選組10人を連れてってほしいんですよ、太郎さん。1000万票超え。あとね、2つだけ質問させてください。なんとあそこになぜ か原和夫監督がいるんですけどねまあこれ言っちゃってよかったのかな。雪雪で新聞の監督ですね。雪雪で新聞の原、素晴らしい映画でした。これはなんか企んでますね。まあだけどネットとか映画界はこうやって報道してくれますけど、テレビもね、サッカーは何社も来てるんですよ。テレビ一切やってくんないですよね。それについては、いやいや、皆さん、報道各社の皆さん、ちゃんと撮ってくれてるんですよ。カメラマンの方もディレクターの方も一生懸命。でも出ないね。出る時は決まってます。いつ？開票速報ですね、じゃあ こんな変わったグループも選挙やってましたよっていう様子を今捉えてくださってるんですよね。太郎さん、はい、聞きたいんですけど、はい、今ね、このネットではこんな熱いのに、なかなかテレビとか新聞で取り上げてくれないというこの壁をみんな心配してるんですけど、それはどうなんですか、残りの選挙戦で。はっきり言いますね、うん、私が言ってることは、消費税なんて取ってんじゃないよっつってんです廃止にするべきだっつってんですね。ああ、で消費税がどうしてあるかっつったら、社会保障を支えるためではないんですよ、うん、大企業に大減税、金持ちに大減税した結果、補填する財源が必要だから消費税になってんです、うん、これはいわゆる何かっつったら、その企業、テレビを支えてんのは企業、番組と番組の間に何回もコマーシャル流れる、企業側が広告額を買い取ってテレビなどを支えている、企業側にとって不都合な政治勢力をわざわざ宣伝する親切な人たちなんていないでしょってことなんですよ。なるほどね。でもその中には心ある人はいるってことなんです。なんとかこいつらをちょっとでも映せないかって、多分現場で戦ってくれてる人たちはいる。
お願いしますね各社。だから逆にちょっとでも報道してくれたところにサンキューメールだのそういうものを送ってってすごいねって勇気あるねって。さあどの社がどのテレビが最初に報道するかな、ね、だからですねこれはある意味私たち放送禁止物体ですここをメディアに出していくためにはもっと上がっていかなきゃなんない。放送せざる得ないという状況を作る以外ない。それができるのは誰か、皆さんお一人お一人、はい、終わりです。さあでも最後に太郎さん、僕ね今回いろんな僕選挙の、ね、現場行ってるんですけど、やっぱり全然今までと違うんですよ。フェスみたいな感じで組織とかじゃなくて一人一人が自分の判断で来てる気がするんですけど、太郎さん最後にねこれだけ来てくださってるんですよ、一言どうですか。そこ、これから太郎さんが言うとこだけもしテレビの方5秒10秒でいいから放送してくださったら、なんかちょっと熱いメッセージを最後にお願いします。どうしても増税が必要、税金を上げる必要があるというならば順番があります。ないところから取るな、あるところから取れ、いかがでしょう。ありがとうございました。山本太郎さんでした。失礼します名刺会社名ありがとうございました。本当にこんな選挙戦の運動がかつてあったでしょうかって、また同じこと言ってしまいますけれども、さあその特定枠の